スノーマン・メグロレン・海の始まり、月ツブランド復活の鍵を握る大竹しのぶ・サイレント、方式初回がいきなり山場。スノーマン・メグロレン27主演の月級ドラマ、海の始まり、フジテレビ系の初回が、他の夏ドラマに先駆け7月1日をされる。人気ドラマのブランド復活に向け、スタートダッシュとなるだろうか。 ヒット作を連発していた月9ドラマだったが、昨年7月期真夏のシンデレラの全話平均視聴率が5.6%と低迷して以降、10月期ワンデー、聖夜のから5.3%、1月期君が心をくれたからが5.8%。前期の366日は検討すると思われたが、結果は6.1%で長楽ぶりが続いている。 そこで期待されているのがメグロの月9初主役だ。脚本、ウブカタミク氏、演出、風間博ロ氏、プロデューサー、村瀬健氏と、2022年10月期に放送されて社会現象を巻き起こした、サイレント、チームが再集結した完全オリジナル作品で、月九ブランツを狙っているのは明らかだろう。う同ドラマでメグロが演じる主人公、月岡夏は、ももせやい、 有村架純31と交際中。ある日、大学時代に付き合っていた同級生、なぐもす古川琴音27が亡くなったと実は葬儀場へ。そこで出会った海、泉谷聖南7という6歳の女の子が自分と水いの娘だと知ることで物語が動き出す。公式サイトで様々な形の親とこのつながりを通して描く 愛の物語と説明されており、目のドラマではないようだ。果たして、サイレントレベルのヒットとなるだろうか。注目すべきはキャスティングです。有村、古川、池松壮介、33と実力派を揃えていますが、何より注目なのは大竹忍、6、大竹が演じるのは亡き水器、古川の母親で、 海を育ててきたという重要な役どころです。22年10月期の月給、菊章に集中治療室、同局系の吉沢亮30の母親役で見せた、鳥肌の立ちそうな圧巻の演技は記憶に新しい。本作でもようになるはずです。しかも、初回から登場するとあり、スタートダッシュを狙うには盤石です。ドラマライター、山川。 他の夏ドラより早いスタートで、初回から視聴者をつかめば、その後に弾みがつくか。大ヒットしたサイレントも、初回の桜草、目黒の青ばつむぎ川口春菜、29に向けたうるさいという一言で、一気に注目されました。スタッフが同じこともあり、海の始まりも初回から大きな山って来るはずで、そこに大竹が絡んでくれば、 強烈なシーンが展開されるでしょう、全道高校時代、宋とつむぎは付き合っていて、初回冒頭、雪が降る中で紬が、雪降ると静かだよね、と語りかけると、が、青葉の声うるさいと応じ、二人で笑い合う回想シーンが。その後、宋は病気で聴覚をほぼ失い、一方的に紬に別れを告げたのだが、八年後に偶然再会。 何も知らずに語りかけるつむぎに、そうは手話でうるさいと返し、という展開が多くの視聴者を揺さぶった。初回のあのシーンが、後のサイレントブームを作ったと言ってもいい。海の始まりも初回から重要人物が顔を揃え、注目するべき回になりそうだ。果たしてガツブランド復活となるか、注目したい。盛り上がりは十分。 初回スタートダッシュなるか